こんばんは、あいかです。今日はですね、この春大注目のデパコスリップ5ブランドまとめて一気に紹介していきたいと思います。いや、もうツヤツヤうるうるの春リップがね、出揃いました。まあ、早いものだと1月くらいからね、発売になっていたんですが、まあ、これだけね、いろいろ出揃ってくると皆さんどれ買おうかなって迷われると思うんですよね。まあ、今回はその数ある新作リップの中でも私がこれはと思ったね、ブランドを集めてみましたので、一緒にね、色味や質感チェックしていきたいと思います。で、そしてこちらのチャンネルでは普段からデパコスを中心にコスメのレビューを行っているんですが、今年はね、より一層楽しんでもらえるような企画を準備中ですので、まだチャンネル登録していない方はね、ぜひぜひこの機会にチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速見ていきましょう。まずはですね、これから発売になるアイテムなんですが、すでにね、オンラインやイベントで先行発売も始まっていて、皆さん大注目のディオールです。はい、もうこのパッケージ、今回はね、レフィルとこんなね、可愛いカスタムケースも発売になるんですが、ディオールアディクトリップスティックです。で、こちらがケースとレフィルセットのコンプリートタイプで4950円、レフィル単体で3960円、そしてこのクチュールリップケースというね、3種類あるカスタムケース、それぞれ3520円です。今はこういう中身を詰め替えて使えるアイテム本当に増えていますよね。で、私は人気のデニムカラーとキルティングのタイプを購入しました。そして肝心の中のリップなんですが、なんと全32色展開です。めちゃくちゃカラバリ豊富です。で、数量限定カラーや店舗限定カラーなんかもあるんですけど、ディオールの公式オンラインブティックでしたら、そういった限定色も全て揃っています。じゃあまずは私が買ったカラーを紹介しますね。まずはヌーディーカラーの中から人気の100番を購入しました。はい、塗るとこんな感じです。見た目は結構しっかりベージュなんですが、実際に肌にのせると程よく赤みがあるんですよね。なので唇の血色感が失われず、ヌーディーカラーを存分に楽しむことができるカラーかなと思いました。そして何よりこのツヤ感ですね。これ1本でグロスいらずのしっかりとしたツヤが出てくれます。そしてもう1色購入したのが525番のカラーです。程よく赤みのあるピンクですね。これはそのまま見ると大人っぽいカラーなんですが、実際に肌にのせると可愛さもあって、こちらもね、今年の春らしいカラーだなと思いました。で、このツヤなんですけど、私こちらのリップを紹介するディオールのインスタライブ見ていたんですが、こういう風に撮られたスウォッチが時間経ってももうずっとツヤツヤのままで、このツヤの持ちがすごいんですよね。で、これだけしっかり発色してくれてツヤも出てくれるんですが、なんと 90% が自然由来成分で作られたリップです。ちょっと実際に塗っていきたいと思うんですが、その前にオンラインで購入した際にこういったね、サンプルをいただきましたので、あと2色一緒に紹介していきたいと思います。こちらが526番、525番に比べるともう少し青みピンク寄りかなと思います。525、526、どちらも細かいゴールドのシマーが入ってるんですが、このゴールド感が526の方が分かりやすいような気がします。そして最後ですね、こちらが今回のアイコン的なカラーかなと思うんですが、その名もディオール8というお色です。もうめちゃくちゃ高発色ですよね。で、このディオール8はアディクトリップスティックにも展開あるんですが、こちらのディオールアディクトリップグローの方にも同じ色目で展開があります。で、実は私今このリップグローのディオール8を塗っています。見た目もバキッとした赤なんですが、唇にのせるとそんなに真っ赤って感じでもないんですよね。まあ、単色でほんのりした発色でも使えますし、これを下に仕込んでおいてアディクトリップスティックを合わせるっていうのでもいいと思います。じゃあちょっとせっかくなので、この上からですね、アディクトリップスティックのディオール8を重ねてみたいと思います。この組み合わせ、ライブ配信の時にモデルさんがされててすごく素敵だったんですよね。こんな感じです。リップブラシで塗ったので、直接グリグリ塗った時と少し発色違うかもなんですが、上がアディクトリップグローのディオール8、下がその上にリップスティックのディオール8を重ねた発色です。こう赤だけど使いやすい赤というか、秋冬までの赤ほど重くなくって、これだけ高発色で鮮やかな赤なのに、こう暑苦しさがないというか、春夏に使っても重すぎないと思うんですよね。やっぱりこのツヤ感が出てくれているおかげと、この明るめのトーンっていうところがポイントなのかなっていうふうに思います。すごくこなれた感じというか、おしゃれなカラーですよね。ちょっと上にも塗っていきます。え、これ原品買わなかったけど、サンプルもらっといてよかった。実際につけるとすっごい可愛い。はい、仕上がりはこんな感じです。
いいカラーですね。一見難易度高そうなんですけど、意外と赤リップデビューにも良さそうかなと思いました。じゃあ他のカラーも塗っていきます。薄めのカラーから、まず100番、まあ、ヌーディーなんですけど、ベージュすぎずにちゃんと赤みがあるっていうところが今年のヌーディーカラーっぽいなと思いました。やっぱ直接塗るのもこんな感じで、もうスルーンって塗ることができますね。めちゃくちゃ塗りやすい。で、保湿力がね、高い気がする。すごくしっとりしますね。正直ディオールのリップって私合わない時結構乾燥したりとかするんですけど、この新しいシリーズは今のところ唇荒れたりすることなく使えています。このね、ベージュをキルティングのケースに入れています。ちょっと軽くオフして、次525番、サテンというかほんのりシャイニーな感じ。これもやっぱ可愛いよね。このカラーも買ってよかった。で、このサンプルでちょうどついてきた526番とすっごい迷ったんですけど、ちょっと今から付け比べてみますね。これが525番です。で、このカラーをデニムのケースに入れています。で、526番、はい、こっちの方がもう少しピンク寄りな感じですね。まあ、可愛さはあるんだけど、でもそこまでブリブリはしてないピンクかな。じゃあここで皆さんね、気になっていると思うんですが、リップ持ちチェックしていきたいと思います。まあ、これだけね、ツヤツヤしているリップで、しかも今塗っただけで特に抑えてないので、もちろんね、最初はティッシュつくと思うんですが、何度かちょっと抑えてみてどれくらい取れるのかをね、見ていきたいと思います。まず1回目、こんな感じ。まあ当たり前ですけど、しっかりね、全面取れたんですが、でも色はしっかり残ってくれてますよね。もうちょっと抑えます。2回目、で3回目、もう縁の溜まってた部分しかつかなくなりました。まあ、これだけ抑えるとだいぶ色が薄くなったと思うんですが、鏡で見るとまだまだ全体的に色しっかり残ってくれているんですよね。なので、まあ最初からこれだけ抑えるのは抑えすぎかなと思うので、まあ1回2回くらいちょっとポンポンと抑えて、色が足りなくなったら重ねて、でまた軽く抑えてっていうのを繰り返すといいかなと思います。軽く一塗り重ねてあげるとこんな感じですね。しっかり復活してくれたので、これでもう1回ぐらい押さえておくと、表面がマスクに擦れて取れても剥げたような感じにはならないかなと思います。はい、じゃあ次はですね、発売は少し前になるんですが、1月14日発売のイヴ・サンローランボーテルージュボリプテキャンディーグレーズです。これはね、この前アットコスメ東京でテスター見たらすごくツヤツヤで可愛いなと思って、結局帰宅してから、あの時ねテスター触っていた5番を買ったんですが、ちょうど視聴者さんから一番人気でよくね完売している2番のカラーをいただきましたので、この2色をチェックしていきたいと思います。こちら送ってくださった視聴者さん、ありがとうございます。で、もともとイヴ・サンローランボーテのこのルージュボリュプテシリーズってツヤがねしっかりあることで有名だと思うんですが、この新作は口元ケア、カラー、ツヤとハイブリッドな仕上がりを叶えた未体験のシロップリップということで、シロップのようにこう塗った瞬間に溶け出すテクスチャー、そしてスキンケア成分がなんと 78% 詰め込まれているそうです。じゃあ早速お色チェックしていきたいと思います。まず人気色の2番で、こちらはベースにも使えるようなカラーですね。見た目はこういうミルキーなピンクなんですが、実際にのせると、まあ、ほんのり白っぽく見えるようなリップバーム感覚で使えるカラーです。で、ツヤもしっかり出るんですが、とろけ具合がすごいですね。これだけ見たらスティックタイプのリップじゃなくてグロス塗ったように見えませんか。そしてこちらが今回購入した5番のカラーです。ほら、私が好きそうなくすみカラーじゃないですか。先ほどのディオールのカラーともまた違った大人っぽいくすみ感のあるカラーです。うん、シロップって感じで、こちらはカラバリ9色ということで、そんなにこうめちゃくちゃ多いっていうわけではないんですが、この中でもベージュ系、ブラウン系、それからオレンジ系とね、幅広いカラーが展開されています。で、ちょっとね、いただき物もあるんですが、今回はリップ中心のレビューということで価格もお伝えした方が分かりやすいかなと思いますので、失礼して紹介させていただきますと、こちらはね、各色4730円です。これもディオール可愛かったんですけど、オフして塗っていきます。あ、でもこれ今クレンジングシートで落としてるんですけど、でしかも塗る前はこうあまり唇に色が残りすぎないようにリップバームを仕込んでいたんですが、それでも結構色残ってますよね。もう拭いても拭いてもほんのりリップの色が残ってる気がする。じゃあオフしたので、まずね2番塗りたいと思います。これもおもちゃみたいなピンクで可愛いですよね。うん、トロットロ、
香りはいつも通りのマンゴーの香りですね。私これ結構好きなんですけど、中にはねもちろん苦手っていう方もいらっしゃると思うので、いつも通りのボリプテの香りっていう風に思っておくといいかなと思います。で、唇の表面をこうコーティングしてくれるような膜感が結構あります。それこそこうぼってり唇の上に乗っかるようなタイプの粘度の高いグロスを使った後のような使用感です。でもこれさ、色ついてないのにすでに可愛くない？で、これでね今しっかりしっとり潤っている感じがあるので、ここに重ねて5番のカラーを使っていきます。これは私似合う自信ある。あ、すごい艶がもう商品の説明文のまんまですね。こんな仕上がりです。もううるうるな感じ。もう少々お肌が乾燥してる時でも唇にこれ塗ってるだけで若干その乾燥をごまかせるぐらい湿度をしっかり感じるツヤ感です。で、発色はさっきのディオールの方が高発色かなと思いました。こちらは本当に塗り心地も塗った後の発色もちょっとグロスっぽい感じ、結構元の唇の色が透けてるなっていう感じがあります。で、こう唇を合わせた時がすごくうるうるになるリップを使った時特有の感触ですね。じゃあちょっとこれもね押さえていきたいと思います。まあこれだけねつるんとしてくれてるから、ちょっと私は唇には残らないんじゃないかなと予想しています。ではまず1回目、さっきと同じぐらいしっかり取れてますね。で、ツヤもやっぱり結構取れちゃってるかな。次、口に溜まっていたものですねが中心に取れていて、もうだいぶこの素の唇に近づいているような気がします。で、3回目、あ、そうですね、もうほぼつかなくなっているので、さっきのディオールよりはこう濃いに抑えるとやっぱり落ちちゃうっていうのは正直あると思います。なんですが、これだけティッシュで押さえても唇の表面がサラサラせずにまだねしっとり潤ってくれてる感じが残ってるんですよね。なのでマスクで取れるのが嫌だから、持ちのいいリップを使ってそれで唇が乾燥してしまうっていう人であれば、マスクによるすれには弱いかもしれないけど、こういう保湿力の高いリップを塗っておいてお直しはこんな感じで手早く仕上げられるから、マスクを外して食事をするとかっていうシーンがあるときはもうささっと塗り直すっていうこと前提でこういう保湿力の高いリップを使うっていうのも一つ手かなと思いました。私はね一周回ってもうマスクにつくとか全然気にならなくなった。もうマスクにつこうがなんだろうがいいから、もう今はツヤツヤうるうるしたリップが使いたいっていう気分の方が勝っています。次はですね、3月の1日に発売になったポーラ BA のリキッドルージュセラムです。こちらはねスキンケアも大好きなポーラ BA のラインから出たアイテムなので、もちろんメイクアイテムとしての機能もあるんですが、ポーラ BA のスキンケアのラインの美容成分も贅沢に配合されたリップです。もうなんかすでに良さそうでしょ。で、これは今までも私の動画にね何度か登場してきていると思うんですが、めちゃくちゃ可愛いのでこちらもねしっかり見ていきましょう。で、今回4色発売になっているんですが、お値段は1本5720円です。ポーラの商品なので結構ね機能的な面もあるんですが、まずはね何はともあれ色を見ていきたいと思います。はい、こちらから01番02番03番04番です。こちらもしっかりツヤはあるんですが、先ほどのサンローランのリップよりもさらに透け感があるタイプかなと思います。じゃあこちらも実際に塗ってみます。じゃあまず01番、手のひらにのせるとやっぱり透け感ねしっかりあるなという感じだったんですが、そこに唇の色が合わさることで、グロス塗ってるっていうよりはリキッドルージュを塗ってるっていうくらい色味はねしっかり楽しめるかなと思います。01番はこんなカラーです。次が02番、これも限定なのがもったいないくらい可愛いカラーなんですよね。01番よりもう少し青みの強いピンクカラーです。で、03番、これねすごい可愛いんですよ。はい、今年らしいピンク味のあるベージュカラーです。そして最後04番ですね。この04番も店舗数量限定のカラーになります。これはね夏に使いたい感じ。ガーベラテラコッタっていう名前なんですけど、そんなにテラコッタ感強すぎずにジューシーなオレンジリップっていうカラーかなと思います。これも元気が出るカラーで、見ていただいたら分かる通りツヤがねしっかり出てくれるリップなんですが、これは
は見た目でこうツヤっとするっていうだけじゃなくって、まあ、先ほど言ったようにポーラ BA の美容成分が配合されているので色付きリップでもありながらリップ用の美容液感覚で使うことができます。で、唇の上で3層に変化する新発想の処方設計トリプルレイヤー処方っていうものになっていて、これ何かっていうと、まず塗った時ですね、感覚が非常にこうみずみずしくって、でその次に唇の水分と反応して唇との密着性が高いバーム層に変化するそうです。で、そこから3分から5分置くとこの中の成分が揮発することで透明膜が形成されてこの色素をねコーティングしてくれるそうなんですよね。なのでこのね塗りたてに近いツヤをね長時間持たせてくれるという設計になっています。じゃあちょっとこれせっかくだから3分くらい置いてみようかな。はい、じゃあそろそろ3分くらい経ったかなと思うので早速ね押さえていきたいと思います。これだけツヤツヤしてくれてて本当に色移りしにくいのってちょっと心配ではあるんですが、他のねリップと同じように押さえていきたいと思います。ではちょっと笑っちゃったけど、つくよね普通に。うん、つくよ。だってマスクでさ多少擦れるっていうのとティッシュでさもう思いっきり上からグッと押さえつけちゃうっていうのはまた別じゃん。うん、これに関してはポーラ BA 別に全然悪くないと思う。すいません、ちょっと他のリップをこのやり方で色持ち見ていた関係でこういうやり方をさせていただいてるんですが、まあまだでも残ってますよ。次2回目、つくよねつくよ、そりゃつくよ。はい、3回目、だいぶもう薄くなりましたね。でも全体にやっぱりついてるかな。で、唇も、うん、つくからさ色は落ちてってるけど、でもこれねすごいのが今まで使ってきたリップの中でこの落ちちゃった後だって今ほらねほとんど残ってないでしょ。色が取れた後でもめっちゃくちゃ唇がしっとりしてる。これがさっき言ってたリップ美容液っていうところなのかなって思います。だってもうスキンケアフルでケアしてなんならオイルとかまで使ったくらいもうしっとり吸い付くような感触になってる。唇がこの感触になるってまあまあないと思いますよ。今3分置いただけですけどこれ触ったら本当にリップマスクみたいなのした翌朝かなって思うと思う。うん、トリートメント効果はダントツかなと思いました。はい、じゃあ次はですねこちら大好きなゲランですね。4月1日発売のキスキス B グローです。で、こちらが全6色展開で各4730円です。で、これはね、どの色もむちゃくちゃ使いやすいです。なので、あえて見た目難しそうって思う人が多そうなカラーを買ってみました。まず、じゃあ775番ですね。まあ、ゲランといえばやっぱり赤リップのイメージがあるので、真っ赤にね、見えるカラー、1本目に選んでみました。そしてもう一色が BA さんも一押しされていた809番のラベンダーカラーですね。ラベンダーとはいえそのまま見るとかなりバブリーなパープルに見えるのでオンラインの画像とかだけで見るとこの辺りのカラーって避けちゃうっていう人もいらっしゃると思うので実際に色を見せていきますね。はい、こちらが775番、そしてこちらが809番です。で、これもかなり透明感ありますよね、まあ、色付きリップバームっていう感じかな。で、滑らせるともちろん抵抗とかはないんですがスルスルっと伸び広がるっていうよりは表面にとどまってくれるような膜をね作ってくれるような塗り心地かなと思いました。つるんってした感じ。じゃあ早速ね775番塗ってみます。ちょっとこうべったりその場にとどまるような感触はあるんですよね。これも唇の色が透けてくれるので手の装置でお見せしたよりはしっかり色出ているんですけど最初に紹介したディオール8の赤ともまた全然違いますよね。あちらは少しシュアカっぽさがあったんですがこちらはもう少しニュートラルな感じで、どちらかというと、まあ、ちょっと青み寄りなのかなっていうような赤に見えます。で、これもクリア感がしっかりあるので暖かい季節に使っても重くなりすぎずに使えるかなと思います。で、次にラベンダー。ラベンダー感あるんだけどこの見た目と比べると全然使いやすいカラーだと思うんですよね。これすっごい可愛いと思います。これももともと私全然得意なカラーじゃないんですがこれだったら使えるかなと思って買いました。で、アーティストのね田村さんもこちら押してました。で、これは見た目結構透け感あったと思うんですが、まあ、スティックタイプでなおかつこうずるっと伸びる感じじゃなくてとどまってくれるからか重ねると結構発色を強くすることができるタイプかなと思いました。まあ、そこがねローランとかポーラ BA とちょっと違うところかなと思います。で、これも結構しっとりするんですけどどちらかというと水分ではなくってこう油分というかもうリップバームを塗った後みたいなしっとり感を感じます。でもね
ベタベタは全然しないです。で、成分やっぱり見てるとヒアルロン酸やシアバター、それからねラベンダーオイルなんかが配合されているみたいです。じゃあちょっとこれも抑えていきたいと思います。いきます。うん、あ、なんかもう落ちても可愛い。でも結構うっすらで、まあ、艶は少し失われたんですが、色味はだいぶ残ってると思います。次、2回目もうほとんどついてない。うっすらこの縁のところが残ってるっていうくらいですね。で、色もまだまだ残ってくれています。で、塗りたてはすごくしっとり感あったんですけど、この押さえた後のしっとり感でいうとやっぱりフォーラ BA の方が格段に上かなっていう気はしました。ちょっとね、感触がこうサラッとした感じに変わるんですよね。なんですけど乾燥してるって感じではないかな。でもこのクリアなね仕上がりでこれだけ色が持つっていうのはすごいと思います。で、実はこちらティント処方になっていて、このツヤが出るリップでマスクの下でもつきにくいっていう、なんか一番組み合わせ的に私難しそうだなって思うんですけど、そこをいい感じのバランスに仕上げてきたなっていう印象です。で、これだけ色が残ってくれたらマスクでね、こうさっきみたいにもしギュッと押さえちゃったとしてもリップ剥げた感そんなにないですし、こんな感じでさっと塗り直してあげたら高発色なタイプのリップよりも塗り直しも簡単ですし、素早くこのツヤをね復活させることができます。なので、まあ、ディオールほど高発色ではないんですけど、重ねることである程度色を出すこともできますし、押さえた時も色が残ってくれるっていうところ、この2つのポイントがねすごくいいなと思いました。じゃあ最後ですね、私の唇がお疲れモードになる前に終わりそうでよかったです。このリップ自体はどれもねそんなに唇に負担になるような使用感のものはないんですけど、やっぱこのクレンジング、これをね繰り返すとどうしても負担にはなるので、今夜はしっかりトリートメントして寝たいなと思います。っていうかゲランすごいね、明らかに色味残ってるよね。はい、なんですけどちょっとこれ以上やると唇が大変なことになりそうなので、最後5ブランド目ですね。やっぱり欠かせないシャネルです。で、これは少し発売が前ですね、1月の7日発売になったアイテムです。で、現在7色展開があるのかな、真っ白のタイプとカラーがついているのが6色っていう展開になっています。で、こちらが4730円で、私が購入したのは916番というカラーです。これはめっちゃ使いやすくて色も好きなので、今までもね結構動画で紹介してきていると思うんですが、まあ、最後こちらもねせっかくなのでしっかりね色も紹介していきたいと思います。すごいね、ゲランやっぱティントだからここにも色が残ってる。まあ1月発売ということで、やっぱりこのシャネル、そしてさっき紹介したイブ・サンローランボーテ、このあたりが今年の春のツヤツヤリップの走りだったかなという印象ですね。で、お色はこんな感じ。ザ・シャネルって感じじゃないですか。普段かっこいい感じのシャネルがちょっと可愛いカラー出すとこういう色味って多い気がするんですよね。これも程よく透け感もありつつツヤもあるんですけど、ゲラの方がもうちょっとリップバーム感覚で、ツヤで言うとイブ・サンローランボーテの方がもっとツヤツヤかなっていう間ぐらいの発色とツヤ感かなと思います。じゃあ塗っていきます。ちょっとねこのゲランの色が残っちゃってるから、このオフした後の色味、この上唇の色覚えといて、これがシャネルにとってはデフォルトなんです。この色味からスタートしてるから、なのでシャネルに関してはティッシュオフしても完全に唇の色が透けるっていうことはないかなと思うんですが、仕上がりはこんな感じです。やっぱり可愛い。で、これもね透け感あるんですけど、塗り心地的にはリップバームっていうよりやっぱり口紅って感じかなと思います。ルージュココのシリーズ、他にもルージュココフラッシュとかツヤっとしたものあると思うんですが、それに比べるとシアかなっていう気はするんですけど、まあカテゴリー的には口紅かな。じゃあ最後このシャネルをねティッシュで押さえていきたいと思います。1回目、一番でもついてる色が薄いかも。ゲランと同じくらいかな。でもこの発色でさっきのゲランと同じくらいのつき具合って思うと、それはそれですごいと思う。次、2回目、ほら2回目でだいぶ薄くなりました。一応3回目いこうか。3回目はもう完全にこの縁に溜まっている部分だけですね。色も、まあ、さっきのゲランのティントがね取り切れてないとはいえ、その上にさらにシャネルを重ねた色味で残ってますよね。あ、これ今まで使ってきたけどそんなに持ちに関して検証したことがなかったから、今改めてチェックしてみたら割とすごいんだなっていう風にちょっと良さをね再認識しました。じゃあ最後にちょっとねティッシュ全部並べてね見せていきたいと思います。はい、こんな感じです。
まあどれもね、正直1回目から押さえて全然つかないっていうことはもちろんないので、持ち重視っていうので売り出してるリップに比べるとマスクにはねついちゃうと思うんですよ。でもやっぱりね、その中でも少しでも残るタイプだったりとか、色は取れちゃうんだけど保湿力が高いものっていうのもありましたので、保湿を優先したいか色味を優先したいか、そういったねお好みで選ばれるといいかなと思います。で、今回紹介した中で一番口紅らしい発色を楽しめるのはやっぱりディオールアディクトリップスティックかなと思います。まあ、発色抜群、そこに関してはこれがダントツかなっていう気がします。で、ツヤ感はイブサンローランボーで、グロスを重ねたようなうるうるツヤツヤの仕上がりになります。で、これも結構しっとりしてくれるんですが、トリートメント効果で言うとやっぱりポーラ BA が一番しっとり感強かったかなと思います。そして色持ちで言うとシャネルとゲラのね色持ちが良かったかなと思います。より口紅っぽく使いたいのであればシャネル、もう少しリップバーム感覚で手軽に使いながらツヤ感もしっかり楽しみたいのであればゲラっていう風なイメージかなと思いました。でもよかった、こうやってね今回比較することで私もそれぞれのね特徴を再認識することができました。まあ、しばらくはね口紅使っていなかったっていう人 もうここまでマスクがね欠かせない生活が続くと、さすがに口紅塗りたい欲も出てきているかなと思いますので、今回の動画ぜひ参考にしてみてください。そして今回の動画楽しんでいただけた方は高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。